朗報、大谷翔平さん、得点圏打率2割4分2厘まで評価する。ようやっとる。ホームラン1本アウトだろ。最終的に28号ぐらいにまとめてほしいところ。2番打者や1番やっててスリーランはなかなか難しいやろな。別に得点圏打率とかどうでもええやろ。大谷は打点稼いでるんだから、打点はジャッジとそこまで差がないから得点圏打率なんかどうでもいいし、ジャッジとはリーグ違うから、ナリーグのホームラン王と MVP 取ればいいんや。見栄えは良くなってきたやん。ちなみに10年連続3割200安打打ってた頃のイチローですら、1年だけ得点圏打率2割2分8厘の年があったが次の年は3割9分7厘打ってる、それくらいブレのあるものなのよ。長打が警戒される選手ほど、四球上等の攻めで得点圏低くなりやすいとかあるのかな。結局収束していくんだから、開幕直後にちょっと得点圏でヒットが出ない、ってだけで騒いでたのが早計すぎる。しかし得点圏打率ぐらいしか文句言いようがないよな。ホームランバッターはいつでも得点圏だと思っておいた方がいい。そもそも2021年から3年間の得点圏打率は、2割8分4厘、3割1分4厘、3割1分7厘と打率より高い、特別得点圏に弱いわけではない。確率なんだからシーズン通してみないとわからんのに、率悪いところだけ見てるの何もわかってなさすぎでしょ。だから収束してくるってずっと言ってたやん。下位打線が自動アウトやった前半は、そもそも得点圏の機会が少なかったやん。最近はラックスとかテイラーがそこそこ打てるようになって、得点圏の場面が増えて数字上がった感あるよな。ランナー一塁でも強打出ればランナー本塁帰還するし、ホームラン出ればツーランなんやから一塁でも十分得点圏なんだよな。相手もピンチの場面ではかなり慎重になるから、そうそう得点圏では打てないってことなんだろうな。ランナー三塁の場面でのツーランより、ランナー一塁でツーラン打たれる方がメンタルやられるくね。WRC プラスも WOBA もありえん数字残してるのに、着目したのは得点圏打率なのナンセンスすぎる。1、2番でチーム打点王やぞ、誤差や誤差。